WRL っていうブランドになってます。実はダウンベストではないんですよ。はい、とまあどんな感じでしょうか。まあ王道ですよね。はい、本日ですねこちら幅広いスタイリングを楽しむジャケットということで、この中綿ダウンベストを紹介していきたいなと思います。ブランドさっき言います、 WRL っていうブランドになってます。まあラルフローレンのブランドですねになってるんですけど、全然買うつもりなかったんですけど、以前買い物動画出したじゃないですか、ついこの間。でその時にまああまりにも良かったっていうか、着用した感じ良かって店員さんも勧めてくれたし購入させていただきました。ただこれはねもうプライベートで着ようと思ってるから全く紹介せんでいいかなと思ってたんですけど、まあどうせ買ったし、まあこれどうせプライベート用で買ったんですけど、まあ紹介させていただこうかなと思います。よろしくお願いします。まずはですね、これ着用していきたいんですけど、正式名称はね、スウェードヨークキルテッドベストっていう名前で、実はダウンベストではないんですよ。だから良かったっていうところもあるんですよね。で、まあこれ着た感じこんな感じですね。で、それこそいい合わせやったんが、まあいい合わせかどうかわからんけど、これが最初買い物行った時に見てたコーディネートですね。これで見て、あ、これ結構しっくり着てんなーと思って、あんまりないじゃないですか。普通黒パンここ合わせるけど、まあグレーのパンツで行くのもまあまあいいなーと思って、他にもいっぱい合わせれるなと思ったんですけど、これね、実はね、そのさっき言ったみたいにダウン全く入ってないから、ダウンベストって僕いつも嫌なんかちゃんちゃんこみたいになる時あるじゃないですか。あれってねやっぱダウンがボコボコするとちょっとちゃんちゃんこ感出てくるでしょ。だからねうわーちょっとどうかなと思ってきたら、あれなんでちゃんちゃんこならんねやろなと思って見とったんですよ。ほんならあこれ中綿やからならんねやっていうことで、中綿やからボコボコ膨れてないんですね。だからちゃんちゃんこになってないっていうことなんですけど、それとね同時にねなんか顔料で染めてるっていうところもあってね、こう色味の風合いが綺麗なんですね。まあこっちの方がわかるかな。色味がねすごい綺麗なんですよ。どっちかってレトロな感じ、1990年代っぽいような雰囲気なので、後でコーディネートでも出すんですけど、まあ例えばまあこう異素材でフリースとかね、これチェックシャツとかね、まあパーカーなんかもそれは合うでしょうけど、こういうゴリゴリのアメカジでも行ってもいいし、まあ今っぽい感じで行ってもいいとは思うんですけど、まあそういうのができるようなっていうところで買いました。ただね一個言っておくとね、これね相当数少ないと思います。っていうのも僕買ったのって販売してすぐやったんですよ。今日販売しましたっていう時に買ったんですけど、その段階でもう在庫も1とかやったんですよ。公式サイトのオンラインの在庫が1とかやったから、そもそも作ってる数が相当少ないと思うので、まあ欲しい方は早めに見張った方がいいかなと思うんですけど、なんせこのダウンベストだけカラー1種類で高いんですよ。普通のダウンと変わらんぐらい、WRL のダウンが10万円ぐらいなんですけど、それとほぼほぼ値段変わらないです。10万1200円の税込みなんですけど、これはね良かったですね。ちょっと一回コーディネート見ていく前にちょっとこんな感じで見ていきましょうか。首のところにコーデュロイになってて、スウェードがこんな感じのスウェードですね。で生地がナイロン生地使ってて、で裏地はちょっと違うサラッとした感じの袖が通りやすいような、ね、生地感が使われてます。でこうコーデュロイね。でダウンベストなんですけど、ダウンベストやけどジップもあるので、ジップで締めることもできるし、ボタンでパチパチって締めることもできる感じですね。ちょっと直近あったかいからまだの時はこんな感じでロンティーで合わせるっていうのがまず一つね。で二つ目っていうのが何かっていうと、まあ、もうめちゃくちゃ王道なんですけど、もうチェックシャツでもうダウンベストいっちゃうということで、まあ、こんなもねちょっとアウトドアするとか、外でカフェしようみたいな時なんかは、あじゃあこれで行くわみたいな感じでさって羽織っていくとか、まあこれで車の運転なんかしたらもう完全にねキムのたくさんじゃないですか。かっこいいなと思います。まあこの時はまあジーパンの方が合うかなと思って、まあ、こういう濃紺のジーパンでねやってもいいかなと思います。薄いジーパンにするとちょっとまあ昔すぎるじゃないですか。1990年代にほんまにタイムスリップしてきた人なんかなと思われるから、まあ、ちょっとこれぐらい濃いのでもいいかなと思いますし、あとね店員さんにね僕ね着方全くダメです、わからないんですよ、教えてくださいって言ったら、異素材組み合わせたらいいですよって言われたんですよ。要は違う素材を組み合わせろって言われたんですよ。ああなるほどなっていうことで、ちょっと一回やってみたいなと思うんですけど、はい、とまあこんな感じで次はフリースで合わせてみました。まあ同系色なんでね、ブラウンとやったらまあ合うんやろうなっていうことで合わせてみました。でまあパンツグレーなんですけど、これね黒のアウターに合わせるために作ったパンツなんやけど、意外とこういう系の色も合ってますね。こんな感じで確かに素材変えるだけで雰囲気また変わりますね。こういうちょっとモコモコしてる感じもあるけど、ダウンベストはモコモコしてないみたいなのがね、あまあまあいい感じかもしれないですね。そして次がまあ王道なんですけどね、パーカーでいきたいなと思います。はい、とまあどんな感じでしょうか。まあ王道ですよね、こら合うでと。パーカーにしたらダウンベストはそれ誰が着ても合うでって感じなんやけど、こんな感じです。どうでしょうか。まあ僕個人的にはやっぱこの顔周りのボリューム感が一番これが合ってるような気はするんやけども、まあブラックで行くんやったらこれやし、グレーで行くんやったら、はい、まあこんな感じでね、まあ王道っちゃ王道ですよね。まあこれもまあこれでありかなと思うけど、まあ、僕一番しっくりきてるのなんかな、まあちょっと自分ではあんまり分かってないんやけども、まあ、こういった形でダウンベストをね、今回買ってみました。でまあ店員さんも言ってたんですけど、大人になったらダウンベストの方が着るよって言っていただいて、まあ僕自身はあんまり、まあ、車もね1週間に1回か2回は乗るんですけど、基本的にはチャリンコとかが多いから、まあ、そういう時はさすがに寒いと思うんですけど、車で移動とかやったら逆にダウンベストとかこういう中綿ベストの方が使いやすいっておっしゃってあったんで、まあ、今回ね久々に挑戦。中学校とか高校ぐらいの時はダウンベスト着てたけど、まあ
大人になってからあんまりダウンベスト着ることなかったんで、ダウンベストをもう一回、戻ってみようということで今回トライしていきます。でね、僕服洋服レンタルとかしてるんですけど、これに関してはレンタルしてません。これもう完全プライベート用として買ってますので申し訳ないんですけど、着てみたいなとかっていう方はまあロフトマンさん行くか、ロフトマンさんも数多分ないと思うんですけど、どっかセレクトショップとかに行ってまあ見るっていうのがねいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたしますと。でまあこれからね、まあ汚れても全然いいなと思って、これやったらもう普通にバーってこう傷とか入ったりしてもね全然いいなと思ったんで、こうガンガン着ていこうかなと思ってるし、傷がつけばつくほどもともと色合いがレトロやから、まあ、それはそれでいいんかなっていうことで、ただクリーニングがねちょっと邪魔くさいっていうか、ほんまは中綿やから全然洗濯機で洗えるんやけど、ここにねレザー使ってるから、まあ、それがちょっとどうしてもねレザー対応のクリーニングしやなあかんので、まあ、それちょっとまあめんどくさいっちゃめんどくさいんですけど、まあそんな感じでちょっといっぱい着てみようかなと思います。もしかしたら年内ぐらいで、うわやっぱ俺ダウンベスト無理ですわって言うかもしれないんですけど、まあ今のところまあ気に入ってるのでね着ていきたいなということで、本日はですね WRL の中綿ベストを紹介してみた動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。